演、くわばたりえさん、大堀めぐみさんご来園です。Google+、ホリプロ保育園、ね、ママコミュ、ね、いろんな方にご投稿いただいてますが、こんなご投稿ありましてご紹介したいと思います。はい、旦那さんに育児に参加してほしい、積極的になってほしいんですが、皆さんどうなさっていますか？何かコツや秘訣などありますかと。でも思うねんけど、100人パパがいて100人ママがいたら100通りのこの性格があるから、こうした私はこうなったよって言っても、じゃあそのパパに会う人会えへん人をね、ママ友会って毎月やってていろんな人としゃべるんだけど、何もせえへん男いてるで。いやほんまになんか家政婦やと思ってんの女の人っていう。俺は働いてんねん、お前が家のこと知るで。ママだって、専業主婦のママもいれば働いてるママもいてんねんけど、いや俺の方が稼ぎすごいし俺疲れてんねんみたいな、で奥さんがご飯作って子供泣いてんねんけどゲームしてるパパとか、いや私そういうのそれだからで、いやちょっと抱っこしててって言ったら、いやお前がおんぶしながらやれよっていう人もおんねん。じゃあその人に何言葉かけられる？その状況でさ、ゲームできる男っておる？おんねんもうまずさ、私このどうやったらええかな、どうやったらパパに参加してもらえるかと、全くせえへん男の人にさせるの無理やと考えて、こっちの気持ちの切り替え、この2パターンでちょっとこうは攻めていった方がいいんちゃうかなと思った。どんだけやってってもやれへん人にイライラするぐらいやったらもう一回切り離して、向いたらもう無視しても自分が何かなる方法も一個あると思うねんけど、そうですよね。いやでも私その割り切ってるパターンのこのご家庭の知り合いがいるんですけど、もうお父さんは休日はサーフィンに行って、全く休みの日も何もせずエンジョイして、で七五三の写真にすら写ってないんですよ、お父さんが。サーフィンがあるからって言って。あれだね。バカタレだね。でもお母さんはもう割り切ってんだよね。イライラしたくないからもうそれでいいって。私さ、長男生まれた一人目の時に新幹線乗ってて、もうすごいような子でいつも電気立っててんけど、ほらサラリーマンもうそれこそ60代70代の人が抱っこさせてくれませんかって言ったのよ。ほんで「あ、いいですよ」って抱っこさせてもらった時に、その人が「僕は若い時に仕事ばっかりしてて子供を全然見てなかったと今になって後悔してます」って目に涙ためてはったの、その人。だから今は仕事やいっぱいね頑張るんやね、休日は仕事やってんねんから休日ぐらい遊ばせろってやってるけど、絶対そのおじさんみたいに60、70になった時に「あん時なんでもっと抱っこできへんかったんかな、家族の時間大事にせえへんかったかな」って絶対後で後悔する、そのサーフィンも。絶対サーフィン男もサーフィンパパも波乗りだっていつだってできるじゃない。いました子供と遊ばれへんしかないですからね。ってなったらママも今しか子供とおれないと思って割り切るのかな。でもそれでもやっぱママ一人でこうなんて大変じゃないですか。だってもうでも割り切ってるってことはね、お手伝いしてくれないわけですから。もう本当に一人でやるしかないんですもんね。言うたらお金稼いでくる人以上って感じやね。そうですね。寂しいかな。そうなってます。そうでしょ。でもそれがその人の一番の選択でしょ。そうなんです。でもそれがきっと楽なんでしょうね。もうだってもうそうしちゃえばもう自分に集中できますもんね。でみんなやってくれるどう？もうじゃ全部もう多分もう本当に一日ポンって預けてももう生活できると思います。全部できます。離乳食のバランスも考えられるし、全部できるので。それはなんでそうなったの、旦那さん。もう本当に最初の1ヶ月が大事なのかなって、その先輩ママに伺ってたので、とにかく一緒にやろう、一緒に、私もわかんないから一緒にやろうって2人でやってたんですよ。そうしたら本当に主人もできるようになったし、ちっちゃいことからやっていけば変わるのかなとかも思いながら。であとなんかその娘と今もう楽しんでやってたりとかすると、結構主人も入ってくるんですよ。俺がやるやるみたいな。ね、お尻ほらほらとか言いながらおむつ替えたりとかしてると、俺がやりたいって言ったりとかもするので、しんどいしんどいって言ってると手伝ってあげようかっていうよりも、なんやねんしんどいアピールしやがってて男もタゴになってて、私も旦那がさむっちゃ子供と公園行って56時間帰ってこうへんのよ。ね、長時間ですせんの。で私初めは一人の時間やと思ってんけど、だんだんまあ楽しいことしてんの。6時間も書いてます。だから私それから一緒にこうやるようになってん。やっぱさ楽しんでると気になって考えたくなるよ。だから今の作戦。そうなんだ。そう。メーカーが楽しそうにやってる。お風呂とかも一緒にほらお風呂だよってお風呂歌ったりとかもするんで、やっぱり覗きに来るんですよ。俺も入りたいっていう。そうだよね。そう、あ、やっぱ楽しんだもん勝ちやわ、これ。ね、勉強になった。羨ましいからやりましょう。ね。Google プラスではママコミュ、パパコミュね、ご投稿ぜひお待ちしてます。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンからご覧の方はこちら。そしてスマートフォン、タブレットからご覧の方はこちらの下からチャンネル登録をしてくださいね。ぜひまた見てください。